どうも皆さん、こんばんは、アギトと申します。今日も元気にマインクラフトやっていきたいと思います。いやー、久しぶりですね、マインクラフト。これやっと第3回かな。アップデート内容がなんか砂漠かな、砂漠をなんかメインにアップデートしたらしくて、あとほら見て、これでなんだこれ、なんか装備に模様をつけれるようになったらしくて、その他にもね、なんかこう砂漠に新しいオブジェクトが追加されて、この今俺が持ってるこのブラシっていうので、こう特定のブロックを特殊な方法でこう掘るみたいな、なんだろう、化石掘りだって言ったらわかるから、なんかこう傷つけないように頑張って取るみたいなのがなんかあるらしいんだよね。で、ちょっと作業配信というか、まあ裏でちょっとやったことがあるんですけど、あの作業配信できない分ちょっと今ね裏でいろいろやってて、ダイヤモンド、はい、取ったり、ちょっと簡単な、実績ちょっとやったかなぐらいですね。であとまあこう農業の方もね少し始めまして、小麦がねちょっと今足りてないので、小麦畑をちょっと簡単に作ったみたいな感じですね。ちょっとまだまだ村自体の発展は進んでないんですけど、今回ね、何をするかって言ったら、ちょっとマップ探索、はい、アップデが来たのでやっとマップを歩けるなっていう感じになったので、今回はそのマップをメインにいろんなとこ行って探索していきたいなって感じですね。はい、というわけで、よろしくお願いします。どっちの方向行こうかな、どうしよう、こっちだ、Z が増える方向、じゃあ Z 増加方向行きますか、こっちをね。なんかね、仕様が変わったっぽくてね、マイクラ自体のアップデートが入ると、なんかこう境、境界みたいな感じで、自分が元いた場所からちょっと大きく離れると、なんかそのアップデートが反映された地形に変わるみたいな感じだったらしいんだよね。だからその洞窟アップデート、俺がさ前にさ、なんだこの洞窟のやつってなったあれとさ、その Q のやつの境目とかすごいことになってそうじゃない断崖絶壁みたいになってそう。あっちの建造物行って、多分ね、コンジットっていうその海のビーコン的なやつを起動するミッションとかもあるんで、それもやっていきたいんだけど、なんかさ、水場にいるさ、ゾンビ全然いないね。何なんだろう、このワールド石が全然出てこないイメージなんだけど、なんだ、湧く場所変わった、もしかして。なんか全然見ない。でも昆布やば、何があった、あれかな、あーいた、なんか持ってるし、あー建造物近くに湧くようになったんか。なんか今までは無差別にいろんなとこに湧いてたけどさ、あーぽいな。え、あれ泳いでくるのかお前は。なんか湧いてきたら、湧いてきてる、湧いてきてる、関係、よーし、いいぞ。トライデント持ちいなかったなぁ。なるほど、建造物近くになったのか。あ、なん、これあれで沈没船じゃね？わぁ、海底遺跡ある！マジか、ここに海底遺跡あんのか。レッツゴー。今度こそ宝の地図が欲しい。ポン。テレテテン。テレテテ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 
革のブーツになんか変なのがある。何これ、は怪しげなシチュー。怪しげなシチューってなる。初めて見た怪しげなシチュー。ですね、今何があったかと言いますと、普通に溺れ死にました。父さんね、慣れてないんだよね、まだ。あ、普通に取れるじゃん。なんだ。あれ、さっきじゃあなんで聞かなかったんだ、この操作は。あ、またあるやん、なんか。結構あるな、建造物。こんだけでかい海バイオームやったらあるか、そりゃ。整頓して多感地図来たな。でもこの感じ自分が今どこにいるかわかんねえ。てか結構逃走だな。 OK、 せっかく多感地図ゲットしたし多感探しに行ってもいいな。でもこれがどこなのかなんだよね。あ、でもあとね、個人的にね、クリーパーを、やで、倒してほしい。スケートン。この場所はまずい。場所はゴミ。え、増えた。どっち？あ、こっちか。あー、危ない。このあー、ミスったー、バカー、もうで、2発で、ツルハシでも殴って、多分これで、あとはスケルトン。あ、行った？行ったら今来たー。やばいやばい、CT 持てない。オッケー、ナイス、ナイス。やべえ、物がいっぱいなってきたから一旦帰りたいな。あ、そう、宝の地図は今どんな感じ。あ、ちょっとなんか色塗られてるぞ。さあ、宝探しだぞ。ここ、あれ、あそこじゃね、てかあの砂場じゃね。あそこだけなんか変に平坦だよな。ここだろう、多分。分からんけど。あー、来たー、賢っ。で、この周辺だから、こっからまた作業で掘っていかないといけないんだよな。ここら辺なんだよ。これね、すげえ大体なんだよ。これ、×の位置にあるわけじゃないから。なんで雨。あるのか、宝。あったー、来たー。さ、何マス、3マスしたら地上から。あー、来たー。はい、でこうやって引っ張って、あ、ダイヤモンドもある。そしてこれですね、目玉海洋の心。きつい、よかったー、長えー。30分ぐらい掘ったよー。オッケー、海洋の心、これが水中版ビーコンの元となるやつですね。オッケー、よかったー、もう帰れます。一旦帰れます、今回は。さあ、この森の先に栄光のゴールが。さあ、スケートンが後ろにいるが、相手選手気にしない。さあ、ゴールが見えてきたー。
あーよかった帰れた。ほえよよし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 、やった寝るぞ。ほい、クリーパー爆破された。わーもう大量大量、チェスト足りないぞこれ。これあれじゃない？あー、ジュークボックス作れた。おい、なんか音楽流すべ。はい、どうしようかな、これなんか面白そうやな。きたー、進捗達成、サウンドオブミュージック。よっしゃー、オッケー、生徒終わった、一旦寝よう。あー、疲れた。オッケー、ということでね、家の横に大量に、はい、チェストを置いて整頓もしまして、一旦片付いたな。オッケー、はーい、ということで、パート3この辺で終わっときたいと思います。ゾンビ来てびっくりした。まだまだ実績等いっぱい残っていますし、今回ね、それこそアップデート要素をね、楽しみで寝なかったのではい、またね、次回そのアップデートされた場所を探していきたいと思いますし、実績の方を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。投稿頻度としてはちょっと前から多めでいこうかなって思ってますしね、うん、今それこそトータルアキュレートバトルシミュレーターとかディスクオブレイン2とか、まあ、そういう等々の実況もしているんですけど、まあ、マイクはちょっと多めでね、やっていきたいなと思っていますので、よろしくお願いします。この動画、この実況シリーズがいいなと思ってくれた方は、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。というわけで、また次回 別のゲーム、このゲームか別のゲームの方でお会いしましょう。またねー。